はい、こんばんは、タカです。ようやくですかね、縁の方にようやく大きな調整が入りました。まあなんとなくこうやっときたかという声が聞こえてきそうな、まあそんな動きではありましたけども、ただリバウンドもそれなりにやっぱり入っています。このような調整局面に入ってきた場合、僕はまずはレンジ相場を疑います。ただ気をつけたいのは、今回はすごく大きなトレンドの調整局面を見ていくことになりますから、この調整のサイズというのもそれなりの大きなサイズというのは想定しておかないといけないですね。この点はもう十分注意は必要だと思います。ではそのあたり具体的にはチャートの方から、まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。今日の主役はもう円ですかね。ドルに関してはちょっと方向感が今のところないです。去年の最高値を抜けた上昇トレンドに対しての今は調整局面を見ています。上下の壁もある程度はっきり見えてますね。現在地真ん中です。レンジの下から買いが入っている動き、これを見てたんですけども、まあ、少し止まってしまいましたかね。この止まった場所がまたレンジの真ん中ということで、まあ、ドルは少し分かりにくい場所にはなってしまったとは思います。もうこれは来週に期待ということで、今日はもう方向感のないドルというのを抑えていくことになるんじゃないかとは思います。決して弱くも強くもなくということで、まあ、トレードしていくには少しやりにくい通貨にはなってしまってますね。すごく中途半端な動きだとは思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。ようやくですかね、この円の方に買いが入ってきました。もうこれだけしっかり買いが入ったの本当に久しぶりじゃないですかね。これはもう後になって思うことですけどもね、やっぱりこの日というのも一つのポイントにはなっていそうですね。しっかり円買いが入って、まあ、これは潰されはしましたけども、この動きによって、まあ、直近の高安の目処というのが少し見えてきています。なかなかこう冷やしのサポートやレジスタンスを探していくというのはどうしても時間がかかりますんでね、この間はもう短期足で追っていくしかないんですけども、まあ、この短期足の目処となるようなサポートというのは、まあ、今日の動きであったり、あとは一昨日ですかね、このあたりの動きであったり、この辺がまあポイントにはなってはきそうです。ということで、僕はこの円に関しては今後は少し調整の動きを見ていくことになると思います。ただしここで気をつけたいのは、確かに円の方には買いが入ってますよね。まあ今まで相当売りが入っていましたから、円買いが強く出てきてもこれはおかしくはないんですけども、ようやく流れが止まったから次は怒涛の円買いだとはなかなかやっぱりならない。どうしても買いが入ったり売りが入ったり、今日なんかもね、いきなり大きなリバウンドなんかも入ったりもしてますけどね、こういった買いが入ったり売りが入ったりという状況にすごくなりやすい相場だとは思います。トレード自体は今までの方が絶対楽ですからね。今までは円を売っていけばよかったわけですけども、今回からはそうはいかない。しかりまずは抵抗体を見つけていくところからスタートをしていくことにはなると思います。ですからこの円に関してはもう円高を見てもいいと思いますけども、僕はまだまだこれね、一方的な円高を見ていくにはタイミングはまだ早いんじゃないかなと。買いも売りも見ていかないといけない。すごく難しい局面に今は来てるんじゃないかと思います。もう一つ、昨日までえらく強かった通貨に5ドルというのがあると思うんですけども、この5ドルもこの円の動きに合わせて少し今日は調整の動きが入っています。とはいえ、まあ調整とはいえこの程度なんですよね。正直まあこの程度で済んでるのが驚きと、そう思えるぐらいやっぱり5ドルというのは個人的にはすごく強さは感じますね。まあだからといって、まあ今日のリバウンドが起こるかどうかは別問題ですけども、僕はまだまだこの5ドルに関しては強さを見ていく方がいいように思いますけどね。ショート見ていくのは少し警戒心は持ちたいですかね。ドルの方も冒頭で見たように今レンジの真ん中ですからね、少し分かりにくい動き。ユーロなんか朝方買いが入ってきましたから、おっとも思いましたけどね、これもなかなかやっぱり高値圏で買いが続かないですね。個人的にはまだまだこれ高値抜けてきてないですから、しっかり弱さを見ていきたいなと思います。そして最後にポンドですけども、このポンドがちょっと弱いですかね。今週このしっかり買いが入ったこのタイミング、これ高値抜けてきましたんでね、これ以降は押し目買いのタイミングを図っていたんですけど、なかなかこう買いが入ってこない。この守りが続いてしまうと、これ行ってこいの形になってしまいますんで、このポンドは簡単には買えない状況になってしまいます。まあ最終的には今日の冷やしの終値あたりで確認はしていきたいですけどもね、このポンドに買いが入ってこないとなると、ちょっとロングは厳しいかもしれません。今まで見ていたこの通貨の強弱に少し変動が起こってますんでね、まあ、今日はその変動したタイミングということにもなりますんで、まあ、相場の方はかなり難しい動きになっています。その点十分注意はしながら値動きは追っていくことになると思います。基本は高安を見つけていくのが最初の仕事にはなってきますけども、なかなかまあ難しいとは思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円もすごい強い上昇トレンド出てましたけども、ようやくですね調整の動きが入ってきています。まだ冷やしを確定はしていませんから分かりませんけども、このまま引けてくれば来週以降は調整局面を見ていくことになりそうです。調整ですから僕はまずはレンジを疑っていきたいですね。上下の壁探し、
ただここで気をつけたいのは波のサイズ感。調整に入ってくるんであればそれなりの大きなサイズの調整にはなってくるかも。今例えばこの辺りで少しサポート見えたりもしてますけどもね、こういったサポートは簡単に割ってきてもおかしくないんですよね。ただしこれ割ったからといってすぐに大きなトレンドになるかというとそういうわけでもない。この下にはまたサポートもどこかで出て、波がまた反発したりもしてしまうかもしれません。この見えないサポートに注意しながら、まあショートを見ていくなりロングを見ていくなりしていかないといけないわけで、まあかなりトレードは難しくはなってくるとは思います。ようやくこの円買いの動きというのが少し出てきましたんでね、次は売りのターンだと、バーッとこういった売りを想像してしまいがちですけども、まあ実際こういった動きにもなってくるかもしれませんけども、そう簡単には僕はやっぱりいかないんじゃないかとも思ってはいます。今日の売りに関してもよくよく見ていけば、今はまだまだ121円台、昨日の日足の安値すらまだ割ってはいません。そこは冷静に一歩引いて相場の方を見ていくのが大事になってくるんじゃないかと思います。はい、そしてこちらが4時間足週足を重ねています。そしてまあ大事になってくるのが僕はこの週足環境だと思っていて、また勝利は入ってますよね。ただ週足見ていけばもうかなりの大陽線、陽線が続いています。ということは来週もこれ高値更新は見ていきたいんですよね。ということは戦略としてはどこかで買ってこの高値更新を見ていくことになります。この週足というのは今日閉じることになります。ですからまあ今日中によほど大きな売りが入ってくればこれは話は変わってきますけども、まあ、この辺りで引けてくる分にはこれ十分来週にもつながる動き、来週も強い環境を見ていける環境残るんですよね。まあ、これを思えば、まあ、日足は一旦流れは止まっていますけども、簡単に売りのターンを見ていける状況にはないというのも分かってくると思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。15分足ようやくこのサイズで波が見えてきましたかね。今売りの方が入ってます。押しが入っていますけども、じゃあ押し安値割っていますかと、これまだ割ってないんですよね。今見えてるサポート120円の後半あたりです。もしここで流れが止まったらどうですかね。またこれ買いが入ってくるかもしれません。まあかなり大きな円買いがバーンと入りましたんでね、この高値を抜けてくるかどうかというのは少しまた別問題のように思いますけども、今の相場というのは調整局面で僕はもうレンジを疑っていきたいですからね、やっぱり買いが入ったり売りが入ったりというのをまずは想定はしておきたいです。よし売りだ売りだとはやっぱりなかなかなりづらい点というのは押さえておいてもいいんじゃないかと思います。ひとまずまあ大きな売りが出てきそうなのはターゲット120円の後半あたりですかね。まあ、昨日一昨日あたりのこの安値圏、これを割り込んでくると少し波の反発なんかも期待はできそうですけども、どうでしょうかね。まあ、こういった相場にもなってきましたんで、まあ、買いでも売りでも相場の方は見えてくるチャンスはあると思います。ロングだショートだと、まあ、決めつける必要はもう全くないと思いますね。僕は探していきたいのはまずはしっかりしたサポート、もしくはレジスタンス壁ですね。そういった壁をまずは見つけていくところから始めたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。今日のユーロドルは少し買い屋の外ですかね、こういったレンジ相場を見ています。レンジの高値圏で、まあ、売りの方を入ってくるかなと、こんな流れを見てたんですね。レンジの高値から安値に向けた売りの流れ、昨日までは少しこのドルも強かったですから上値の重さも見てたんですけども、その割にはこのサポートが強いということで、この 1.10 を少し割れたところでのこの買いの強さ、まあ、これが少し難しい部分になってしまってます。僕はユーロは弱さ見てますんでね、ショート見たいなと思うんですけども、これだけサポートが強いとちょっと簡単には売れないなと。売る場所は慎重にならないといけない動きになってきたように思いますね。まあ、特にこういったサポート付近でのショートは気をつけたいです。今高値付近での調整のレンジという見方もできますから、もしここを小さなレンジと見ていくんであれば、下のサポートが強ければ一旦上まで買いが入ってきてもおかしくない。今日の動きもまさにそんな感じだったと思うんですよね。買いが入ってきてもおかしくないような状況ですんで、まあ、ユーロ弱いですからね、この買いをロングで見ていこうとは僕はあまり思わないですけども、ショートをしていくにしても、ショートを狙っていくにしても、ショートをしていく場所はすごく大事になってくるんじゃないかと思います。まあ、今日はもう様子見でもいいように思いますけどもね、まあ、来週に期待でいいんじゃないでしょうかね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。ようやくまあ円の方に買いが入りましたから、当然この黒線、ユーロ円の方も大きく売りが入っています。上昇トレンドが一旦止められた形、もしこのまま引けてくるんであれば来週以降は調整局面を見ていくことになると思います。そしてこのユーロ円に関しては、もしここで流れが止まるんであれば、調整の動きになってくるんであれば一点警戒したい動きがあります。3月がもうすぐ終わるんですけども、はい、こちらが日足に月足を重ねています。まあ、すごく大きな環境ですからね、多少抜けたりもします。ピンポイントで反応することもないと思いますんで、まあ、ざっくりと環境だけ見てもらえればいいと思いますけども、今のこの位置ですね、直近高値、これつら合わせなんですよね。まあ、少し抜けたりもしていますけども、これ月足です。月足はあと1週間ぐらいで閉じることになりますけどもね、もしこの辺りで抵抗体が出てくるんであれば、少しこの環境は気をつけてもいいかも。
抜けてくれば全然いいんですけども、流れはすごく止まりそう、攻防はすごく起こりそうな場所ではありますよね。この環境が分かっていれば、高根県でロングを掴んだりすることは、まあ警戒が必要だというのは分かってくるんじゃないかと思います。ただこれはあくまで突き足環境ですからね、現在地の把握という部分だけ抑えればいいとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。ようやく売りの方が入ってきたこの揺れんですけども、じゃあチャートの方は崩れていますかね。全く実は崩れていない。今の波の起点というのは133円あたりになってくると思いますけども、実は今の現在地まだ134円に絡むような動きなんですよね。全然まだ高値圏です。まあ、確かに売りの方は入ってるんですけども、これまたどこかにサポート出てくれば買いが入ってきてもおかしくないような状況ですからね。ここも忘れないようにしたいのは、流れが止まった後というのはやっぱり調整局面なんですよね。ただまあかなり大きな波になっていますから、ボラはすごく大きいとは思いますけども、一方的な大きな売り、まあ要するに円買いですよね。円買いがバーッと起こるかと言われると、まあそうなるかもしれませんけども、ならないかもしれない。決めつけのトレードというのは僕はやっぱり危ないと思いますね。トレードしていくんだらちゃんとサポートやレジスタンス、そういったところを確認して近くに置いてトレードはしてはいきたいです。ユーロに関してはこの133円、これを割れるかどうかはもうすごく大きなポイントにはなってはきそうですかね。これ割れてしまうと大きな波の反転見えてしまいますんで、簡単に買うのは難しくはなってきそうです。それまでは買いが入ったり売りが入ったり、そういった動きにはすごくなりやすい環境というのは抑えておきたいです。はい、変わりましてこちらがポンドドル1時間足に冷やしを重ねています。強弱チャートの方でこのポンドが難しいという話しましたけどもね、こういった下落トレンドを見てたんですね。今週僕はこのポンドドル大注目してたんですけども、戻りの高値を1回抜けたんですね。この動きに注目をしていました。これをもし抜けたと判断していくんであれば、波がひっくり返っていることになります。上昇トレンドを見ていくことになりますから、今回の押しは押し目買いを見ていくチャンスということにもなるんですけども、ただしなかなか公開が入ってこない。水木金と売りが続いてるんですよね。まだ押し安値サポート割ってないですから、諦める必要はないんですけども、ただなかなかこう上値が重いなというのが実感としてはあります。強いんであれば買いが入ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、このポンド自体になかなか買いが入ってこないです。まあとはいえまだ崩れたわけではないですから、引き続きまあこの 1.32 あたりの攻防を見ていくでもいいとは思いますけども、まあ少し嫌な感じにはなってきましたね。もしこれ潰されたということになってしまえば、この赤い下落トレンドは崩れていなかったという見る向きも出てくると思います。戻り売りですね。こういったのを見ていくような流れも出てくるかもしれません。ロングを見ていくかショートを見ていくか、ここはその攻防の真っ只中ということで、まずはこの攻防の決着というのをしっかり見ていきたいと思います。今日に関してはもう様子見でもいいように思いますけどもね、円の方が動いてますから、円を中心に見ていけばいいんじゃないかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円1時間足に冷やしを重ねています。このポンドの弱さというのがこのポンド円の方にも少し出てきているんですよね。すごくやっぱりチャートは強かったですけども、円の方に調整が入ってしまったということで、今後は調整局面を見ていくことになりそうです。かなりの大きなトレンド調整になってくれば、それなりのサイズは意識はしていきたいということで、簡単にサポートなんか割ってきてもおかしくないですからね。その点は一点要注意。あとはポイントとしてやっぱりこれ一昨日もポイントになってくるんじゃないですかね。この日の高安、少し抜けはしましたけどもね、継続してこの高安は見ていけるかも、ということで、まあ、ポンドに関しては上161円、下159円、この辺りを上下の壁として、一旦は見ていこうかなとは思います。ということは今の現在地160円というのはレンジの真ん中なんですね。これ本当に気をつけたい。今は円の方に調整が入って強い流れが出てますからね、まあ、こういった売りも出てくるかもしれません。まあ、レンジとして見ていくんであれば、レンジの上から下まで売りが入ってもおかしくないですからね。目線としてはまあ多少ショートということにはなってくるかもですけども、ただレンジの真ん中って難しいですからね。流れが止まったら買いが入ってもおかしくないような場所です。こういった今の現在地の把握というのは常にやっておきたいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。上昇トレンドが止められて、今後は調整局面を見ていくことになりそうですね。少し抜けましたけども、やっぱりポイントは一昨日じゃないですかね。ここで見えた高安というのをしっかりまだ抜けていませんから、上161円、下が159円、この上下の壁を意識して値、ね、動きを追っていきたいです。今のところレンジ相場ですかね。レンジですからね、ショート見ていくんならば上から打っていきたいところですし、ロング見ていくなら下から買ってはいきたいところです。ただ今の位置というのはレンジの真ん中ということで、少し難しい場所だと思うんですよね。買いが入っても特に驚きのないような場所です。今日もよく円が動いてますからね、トレードする際にやっぱりこの円を中心に見ていくことになると思うんですよね。まあ、ポンド円もボラが大きいですから、やっぱりこの動きはしっかり見ておきたいですけども、この160円に絡む動きだけは気をつけたいですね。上から売る、下から買う、これは徹底はしていきたいところだと思います。
はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルもこの高値を更新した強いトレンドを見てはいますけども、少し流れがやっぱりこの辺り止まってきましたかね。今日は5ドルの方にも売りが入ってますから、もしかしたらこのままいくと調整の動きが見えてくるかも。円に負けずにこの5ドルも相当な強いトレンドが出てましたんでね、調整になってくればそれなりの調整というのも出てはきそうですけどね、まあこれはもう決着を見てから次の流れ見ていけばいいんじゃないですかね。日足の終値で最終判断。確かにまあ調整っぽい動きにはなっていますけども、ただ大きな売りが入っているわけではないです。昨日の日足安値、これすらまだ割ってないですからね。思い込まずに事実を見てトレードはしてはいきたいですね。まあ今はもう円が動いてますからね、このドルストに関しては様子見でもいいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円ももう最強通貨ということで相当大きなトレンドが出ていましたけども、ようやく流れが止まりました。もしこのままいけば来週以降は調整局面を見ていくことにはなりそうです。注意点の一つとしては波のサイズ感、大きなトレンドが出た後ですからね、調整はそれなりのサイズの調整になってきてもこれはおかしくないわけで、今見えてきたこういったサポートなんかは簡単に割ってもおかしくもないと思います。ただしこのサポートを割ったからといって大きな売りのトレンドになるかというとそういうわけでもない。例えば今日なんかも調整の動き確かに出てはいますけども、ただ言っても昨日の日足の安値すらまだ割ってないですからね。僕の中の感覚としてはね、今は一旦この上昇がようやく落ち着いて流れが止まりそうになっているだけです。とはいえ今日もこの高値から見ていけば1円下がってるんですよね、1円の下落って大きいですよね。ですからまあ当然この動き見ていくことになりますけども、ただここは波のサイズ感が大事。今まで大きなトレンドが出ていたわけですから、1円下がったところで環境というのはそんなに変わってはこないです。ただこれを見てもショート目線にしかなれないとやってしまうと、この反発にやられてしまったりもすると思うんですね。今は調整局面ですから、まずは壁探し、そして買いが入ったり売りが入ったりしやすい環境というのをしっかり押さえていけばいいんじゃないかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても上昇トレンドまだ崩れてないですよね。押し安で全く割っていません。このサポートが今90円の60とか50あたりですかね。現在時まだ91円台ですからね、全然このあたりでサポート見えてくればまた買いが入ってきてもおかしくないようには思います。ただ強い円買いが起こってこう調整の動きが出てきたというのも、これもまた事実なんですよね。直近の高値なんかはすごく大きい壁になってくるかもしれません。今後は調整局面見ていくことになりますからね、この抜けを期待してしまうとまた落ちてきてしまったみたいな動きにもなりやすいですから、しっかり目標を決めてロングなりショートなりはしてはいきたいですね。上昇が止められたというのが今日の大きなポイントになっていると思いますから、ですから今日はもう調整局面見ていくことになるんじゃないですかね。ということは、僕ならまずはレンジを疑います。レンジになってくるんであれば上下に壁が見えてくるはずなんですね。その壁をまずは頑張って探していきたいと思います。はい、ということで、今日はもう円絡みの通貨を最後まで見ていくことになるんじゃないですかね。黒線はどの通貨を見てもすごい上昇になっていますけども、全部の通貨で一旦売りの方が入っています。今日も円が強いですから、まずはこの動きについていくというのも悪くはないと思いますけども、一方的な大きな売りがバーンと出てくるような状況かどうかというのはまだこれわからないです。というのも昨日の日足安値、これすらまだ割ってはいないです。これは別に5ドル円だけの話ではないです。はい、こちらはポンド円です。ポンドが一番ちょっと弱いですかね。それでも昨日の安値、これまだ割ってはいないですね。はい、こちらユーロ円ですけども、ユーロ円も全然割ってないですよね。こういった波のサイズ感をしっかり分かっていれば、今の押しがどういった押しなのか、どのレベルの押しなのかというのは分かってくると思います。はい、こちらドル円ですけども、このドル円も昨日の日足安値すらまだ割ってはいないですね。確かに売りの方は入っています。122円昨日乗せたんですけどね、これは潰されてしまいました。ですから上値が重いというのは、これはもう全然見ていけると思うんですね。上値は確かに重いとは思いますけども、じゃあ一方的な売りを見ていけるかどうかというのは、これはもう別問題になってくるんじゃないかなと。弱いんであれば今すぐ売りが入っていてもおかしくないような位置だったり場所だったりもすると思います。でも今はここで流れが止まっているわけですよね。ということはしっかり買いが入っているというのも、これも事実ですから、しっかり今の事実を見てトレードはしてはいきたいです。今夜はこの円の方にかなり大きなボラが出てきそうですからね、注目はもう円絡み全般ということになってきそうです。ただ一方的な円高を見ていけるかどうかに関しては、これは僕は少し怪しいんじゃないかとも思ってますんでね、そこは十分注意はしてもらいたいかとは思います。ショート見ていくんだらちゃんと株をまずは見つけてからになってくるんじゃないですかね。むしろそういったショート勢がたくさん出てくると逆にロングが効いてはきそうですからね、思わぬ反発なんかにも十分注意はしたいところですね。今回は以上になります。
今日は金曜日ということもありますので、夜のライブの方もさせてもらおうかと思います。夜の12時前後にはなってしまうと思います。遅い時間になっていつも申し訳ないですけどもね、お時間あれば遊びに来てもらえるとすごく嬉しく思います。それでは今夜も頑張っていきましょう。